中年オタッキーです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はね、久しぶりに開封動画になりますね。だんだんカメラが傾いてる開封動画をやっていこうと思います。それでは動画スタート。久々にね、ヤフオクでね、仕入れたんですけどね、開封していきましょうか。早速、よいしょ。はい、迷彩が入ってますね。見えねえ、見えないですまあ、迷彩どうでもいいんですけどね。どうせ保証もないんですね。一応動作確認品ということで買いましたけど、まあ保証はないでしょう。古いカメラなんでね。はい、レンズもついてますね。よいしょ。派手やな。あ、でも綺麗だ。針側はともかく、針側ともかく綺麗だ。はい、オリンパス OM2N です。なんか派手な針側がついておりますが、で、先日ね、 OM2 はね、ズボラ様にいただいたんですけども、壊してしまいました。すみません情けない。あのね、ズボラさんからね、いただいた OM2 はね、ちゃんとシャッターも切れたんですけど、オートが効かない状態だったんですね。で、まあ、露出計もちゃんと動いてシャッターも切れてるんで、撮影できたんですけど、比較的綺麗な個体でしたしね、撮影はできたんですけど、OM2 はやっぱオートを使いたいと。というわけでね、頑張ってたらね、うんともすんとも言わなくなりました。本当にね、せっかくもらったのにね、オブジェになってしまったんですね。もう性格的にね、チャレンジャーなんですね。どうしてもね、まあ、ハイリスク、ハイリターン的な性格で、まあ、よく壊すんですけども、壊してしまいましたね。で、今回はね、あ、もうオート効いてません、これね。なんかおかしいぞ。なんかおかしいぞ。ああ、Eセットができてなかった。なんかおかしいぞ。なんかおかしいっすね。なんかおかしいぞ。動作確認品なのにな。困る、これ。ミラーアップしてるね。もしかして電池ないのかな？電池がない可能性が高い。やった。OM2 は確かね、電池がなかったらシャッターを切ってもミラーアップして、動かねえや。で、バルブにするとね、マニュアル、機械式シャッターなんで、復帰するというやつなんですけど、蓋が開きません。コインもないし、電池もない。ちょっと一遍動画止めます。すみません。はい、コインと電池を持ってまいりました。あー、硬いな。あ、でもまたまた結構ね、この OM シリーズの電池蓋ね、硬くてね、このコインの溝を舐めてる個体が多いっぽいですね。あ、やっぱ電池入ってねえや。電池は入ってませんでした。
どっち向きだっけ。老眼鏡持ってきてね。多分こっちじゃなかったかな。違ったかな。OM2N ですね。OM2 とどう違うのだったかな。よいしょ。あ、露出で触れてますね。今バルブだ。うん、いい感じ。ファインダーは腐食はしてますが、あんまりわからない感じですかね。お、いいね、レンズね。レンズ、カビが広がってるっていうことでしたが。当たり。これは当たりです。ね、カビてるんですけど、カビはカビてるんですよ。でもね、もうものすごい薄カビでね、わかりますかね。このぐらいだったらね、あ、コパオチもありますね。あー、コパオチあるな。コパオチっていうのはね、知らない人もいるかもしれないですけど、あの、黒ければならない場所が色剥げてる、これがコパウチっていうんですね。まあコパウチありますけど、純光だったらまあ問題ないでしょ。どうせ純光でしか撮らないだろうしね。これめっちゃ描写いいですね。これいいね、いいね、いいね。これね、随光のね、随光 MC オート S 50mmF1.4 がついてました。はい、これで落札金額がね、4,400円。これレンズを買ったに等しいぐらいの値打ちじゃないかな。コパ落ちは気にしないでもいいと思うし、カビも大したことがないんで、まあそんなわけでね、こんなに安い値段で稼働品の OM2N と、50mm、追加の 50mmF1.4 を入手してしまいました。でね、OM2N といえば、OM2 シリーズといえばね、世界初のね、ダイレクト速光方式、PTL ダイレクト速光っていうね、これミラーアップする方法あったかな。ねえか、ねえんだな。そのミラーの内側にね、TTL 速光端子があるんですけど、フィルム面に、光が当たって、それを速攻するんですね。で、十分に光が当たるとシャッターが閉じるみたいなね、そういうね、ものがついてます。フィルム面で直接速攻するんですね。これを作るのにね、なんか世界中のフィルムのね、を集めてなんか反射率をね、計算したらしいですけどね。まあそんなわけでね、今日ね、ちょっとね、見た目は、派手ですが、すんごい派手ですね、これね。なんでこんなんにしたんだろうな、この人。多分それで安いと思うんですよね、これ。この見た目がね、もうここまでこれ、シャッター、あ、じゃあ、巻き上げレバーの上までこれつけちゃってるんで、まあ、それでね、嫌われて、安かったのかもしれないですけど、これで4400円なかなかだと思いますよね。安いですよね。露出計も動いておりますし。開放で。よっ。だいたい合ってるっぽいぞ。だいたいやってるっぽいね。30分の1F1.4 で適正とかなんで、あ、なるほどね。巻き上げたらロッキーが発動。
かどうするのか。あ、ちょっと安定してないな。ちょっと触れますね。うん。うん、ちょっと触れるね。あ、でもなんか安定してきた。使ってると安定してくるっぽい。なんかの接触不良だな、これ。まあそんなわけでね、まあ針側はね、これ落札した時針替えようかなと思ったんですけど、まあこのまま使っても面白いかな。どうしようかな。まあこんな感じで、ね、本当にズボラ様にはちょっと悪いことをしてしまったの。せっかくねいただいたのにね、性格的にねちょっとね、チャレンジャーなんでどうしてもね、行けーって言っちゃうんですよね。それでね壊れたカメラ、まあここにもいますけどね、そういうカメラがね、これ T90 ですけど、これ壊した時は結構泣きましたけどそんな感じでね、まあチャレンジャーなんでねやっちゃうんですね。まあ今回はね、ちゃんと動くみたいなんで何もしなくていいんで、OM2 でね 50mmF1.4 でね、写真を撮っていこうと思いますね。今日はね、昨日じゃあさっき動画アップしたのか、さっき動画アップしたばっかりなんで、まだ投稿とかも全然集まってないのでね、今日はもうこの OM2N のね、到着のね紹介をして、まあ落札してねもう来ちゃったんで、評価を入れないといけないですから、早めにねその動画を作ってやんないといけないんで、急遽ね動画を、作った次第です。オリンパスのカメラね、ちょっとやればやるほど面白いんで、ちょっとね、虜になりつつあります。写りもいいですしね、で、操作感もいいですし、何よりね、使いやすいんですね、ちょっとちっちゃいんでね、そんな感じでね、これでまた、写真を撮って、そのうちアップしていこうと思います。はい、今日の動画はこんな感じですね。コメント、高評価、ぜひぜひお願いします。高評価はね、本当にポチッと押すだけなんで。で、コメントはね、一応ね、見落とさない限りは全部コメント返ししてまいります。ちょっとね、遅れることもありますけどね、コメントの方をよろしくお願いします。あとね、チャンネル登録の方もね、どんどん増えておりますが、まだまだチャンネル登録募集しておりますので、よろしかったらね、チャンネル登録して、動画をお待ちくださいませ。はい、今日の動画はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画までお待ちください。それではまたごきげんよう。さようなら。